マーレさんという人がすごい宗教、要は100年続く会社を作りたいみたいなことを言って、はい、で宗教をモデルにして会社を作ってるんですよ。でそこのなんか宗教の10項目とかすごいよく話してるんだけど、そのうちの一つに、はい、要は長続きする事業というのは宗教を真似するべきだと。で宗教とは例えば経典があると、はい、で毎日例えば拝むとか、はい、十字を切るとか、必ず長続きしてる宗教にはポーズがあるんですよ、はい、あとその偶像、そのなんか仏像みたいなものがあるとか、多分要素が10個ぐらいあるんですよ。お経っていうか毎日唱える南無阿弥陀仏みたいな、誰でも唱えられる、だから和牛マフィアだったら行ってらっしゃる、はいはい、でこのポーズとか、あとシャトーブリアンっていう、まあ、アイコンというか偶像、アイドルですね。偶像、あの最初大失敗した試食会の時に6福神1個足らないっていうのがあったんですけど、うん、一応置いてます、一応大失敗だったんですけど、それはやらないです、うん、多分なんか分かんないけど、宮迫さんがいない時も、僕は前テレ朝の番組だったのかな、お願いランキングの番組で、なんかあの芸人さんで宮崎出身 の、 ほらあの女子高生の格好してる人いるじゃないですか、響の長友さんが、はいはい、ラーメン屋もう辞めちゃったんですけど、あれをプレゼンしに来たことがあって、はいはい、その時に長友さんいない時にも写真みんな撮りたいから、長友さんの等身大のカーネルサンダースみたいなの作らせたんですよ。やっぱ結構写真アップしてましたね。あ、なるほど。だから、はい、動く宮迫ですみたいな。動く宮迫です、ロボットみたいな。金かかるな。江頭さんのお気土産のよくわからない銅像はいるんですけど、石膏像はありますけど、それもみんな写真撮っていきますね。でもやっぱり宮迫さんですよ。あ、じゃあディスプレイはどうですか。ディスプレイにずっと宮迫さんが動いてる。ああ、まあそれでもいいんですよ、うんうんうん、プロジェクションマッピング的な、はい、うんうん。